여러분 안녕하세요. 오래간만입니다. 날씨가 많이 덥죠? 本当に 天気가 暑いですね. 今日は この間 ホテルまでですね 皆さん無事に チェックインして ホテルで いろんなこと聞いたりしてたんですね. それからちょっとした買い物しに 近くに 出かけたりとしました。 そうしたらですね、今日は、ホテルから出て、観光してる一つのまだ雨になるんですけれども、韓国に行ったらですね、買い物するのと、次はやっぱり食べ物なんですね。食事。本当韓国に行ったら食べ物がたくさん、あおれてます。食堂があちこちたくさんあるんですね。本当に入っていいんだろうかと思うぐらい。 最近はインターネットとかいろんなのので調べて皆さんよく行くんですけれども、今日はいろんなの勉強しながら、食堂に入って実際ですね、ご飯を注文してみたり、あんなのも練習してみたいなと思います。それで今日は、タイトルとして、食堂、食堂ですね、食堂で、 ですね。する会話をメインにします。その前に、単語をチェックして、ポイントをですね、また覚えて、それから実際会話に行きたいなと思います。まずですね、単語をチェックしていこうかなと思います。まず、単語ですね。パッピンス。もう今の時期だったらもう、 よだれが出るんですね、これ。日本でもあるんですね、かき氷です、かき氷。で、韓国でも、かき氷、日本も同じなんですけれども、ピンスというのが、本当はかき氷みたいな意味なんですね。ところ、パというのは小豆なんですよ、小豆。ですから、韓国に行ったらかき氷が小豆が結構入って、なんか果物かいろんなトッピングされて、売ってるんですね。 日本でもかき氷あるんですけれども、若干中身が違ったり、いろんなバージョンのかき氷があります。で、パッピンス、というんですね。次、頭ですね。頭は、森。森じゃなくて、もう軽くですね、森ですね。それと、頭薬は、プットン薬というんです、プットン薬。 でさっき、頭、森と言ったんですね。で、こちで何回私も説明するんですけれども、韓国でも漢字を、書けるものがあるんですけれども、この頭というんですね、これを。日本でも訓読みがあって、音読みがあるんですね。で、韓国でもそうなんですよ。で、この頭と書いて、森。これが訓読みですね。訓読みで、韓国でですね。 で、これだけの音読みだったら、このトゥーなんですよ、トゥー。ですね。それで、頭薬だったら、トゥトン薬というんですね、トゥトン薬。薬というのは薬、薬ですね、皆さん。薬局でも薬、同じ音読みでは、韓国でも漢字の音読みでは結構似てる、同じものがあるんですね。次、映画というのは、ヨンワ、ヨンワですね、ヨンワ。それと、お腹は、ペ。 ペですね、ペ。で、次、韓国のビビンパというんですか、あれを、ビビンパというんですね、ビビンパ。ですから、このパというのはご飯なんですね、ご飯。で、固有名詞でビビン。これしたらちょっと混ぜるという意味があるんですね。これビビンパ。皆さんも韓国でビビンパだったら、今日本でも結構売ってるしですね。これはビビンパというのはですね、韓国は地域によって若干違うんですよ。 中身を入れるのか、味が若干違うので、その中でも韓国では西海岸にある、ジョンジュビビンパというのは結構有名なんですね。次、芋と書いてるんですけれども、この芋というのは、日本では、お母さんの兄弟か、お父さんの兄弟か、それもおばさんというですね、おばちゃんでしょ。で、韓国ではそれの、 読み方、ちょっと若干いろいろあるんですよ。これで、普通おばちゃんと言ったら皆さんよく知ってるアジュマという言葉があるんですね、アジュマ。
や、あじまは本当に普通の、どんなおばあちゃんでもあじまなんですよ。それが、今、妹となっているのはですね、お母さんの、ですから、お母さんの兄弟の、女兄弟ですか、女兄弟は妹というんですよ。今日、親しみがあるんですね、妹という。それで次、おんにですね。おんにというのはお姉さん、おんにというんです。男性がお姉さんに呼ぶときは、ぬらというんですね。ぬらやというんですね。おんにやというでしょ。で、お兄さんを呼ぶときは、ひょんというでしょ。で、女性が、まだお兄さんを呼ぶときは、おっぱ。まあ、聞いたことあると思うんですけれども、おんに、お姉さんという意味なんです。それと、免税店、免税店ですね。次はお腹がすくですか。それは、まあ、これそのまま一緒に覚えるのがいいんですけど、お腹がペですね。ペがゴプダですね。で、このゴプダが4に直ったら、ペがゴプダよ4になるんですね。ですから、あ、ペがゴプダよ、だから、あ、お腹がすいたという意味になるんですね。あ、ペがゴプダよ。それで、ほんと、まあ、親しい関係だったら、もう、チェム上司も、もう、日本でも、お腹すいた、そんな、という場合では、用も省略して、あ、ペゴパ、となったら、あ、お腹すいた、普通の、まあ、タメ口みたいに言えるんですね、軽く。で、アップダですね。これ、痛いです。痛い、アップダ。で、マンタ、多いですね、マンタ。で、おいしい、まし다。皆さん、これ知ってるでしょ、まし어요。ね、これのまし다。で、좋다、良い。좋아요。皆さん、結構使うでしょ。次、크다。大きいですね。で、出ていく。나가다。で、見える。보이다。ですね。でもう一回私が、まあ、単語だけ韓国語でゆっくり読みます。팥빙수、머리、두통약、영화、배、비빔밥、이모、언니、면세점, 배가 고프다, 아프다, 많다, 맛있다, 좋다, 크다, 나가다, 보이다, ですね。 まあ、新しく出てくる単語をチェックしました。そしたらですね、まだこっちでいろんな、まあ、方言の一つのポイントをチェックしていきたいなと思います。まあ、最初のレジュメの1ページになっているんですけれども、韓国では形容詞でも何々だで終わるんですね。ね。ですから、韓国では動詞でもだで終わるし、形容詞でもだで終わるんです。そして、だを消して本人に何かいろんなつくのがあるんです。まあ、レジュメに書いてるのが、こう、ね、で、んで、うんで、まあ、対応的にこれようになってます。で、これ、まあ、手が全部ついてるんですね。本当はもうこれに、まあ、用がついたら、一つの会話としてのパターンが、完成する表現ですけれども、まず他を消してこんなのがつくのを、まあ、理由を言う場合なんですね。何やだからなんかのでけど、まあ、理由を言うのを日本語でもたくさん表現があるんですね。その時形容詞の場合こうなんですよ。で、まずまあ、このぬんでというのはですね、もし形容詞書き前に、まあ、いろんな形容詞があったんですけれども、もしくだました좋다それと아프다、まあ、今みたいに今日暑いというのは取った、まあ、このような、まあ、5つぐらいの、まあ、
形容詞をちょっと書いてます。取った、熱い、下、大きい、ました、美味しい、ジョタ、イ、良いですね。あ、下、痛い。このようになってるんですけれども、前も何回も説明してるんですけれども、前の前にすぐ来るのに、どんなのが来てるかによって、この発端で、変わるんです。で、ヌンデというのはですね、まずこの2つを一緒に考えて、このヌンデ、ヌンデは別に考えていきましょう。ヌンデというのは、今、ました、こう、いったですね。韓国で言ったら、ました、いったついてる形容詞があるんです。皆さん、あお、ジェミいったというのを聞いたことありますよ。ジェミっそよ、ジェミいった、面白い。ね。で、面白い、ジェミいったなんですよ。皆さん、いった、いる、あるという意味だったんですけれども、形容詞にこれがついて、別の形容詞の意味になるんです。この反対の言葉は、おったなんですね、おった。ね、ジェミオッタだったら面白くない。マシタ、マドッタだったらまずい、美味しくないという意味なんですよ。そのように韓国語ではこの形容詞にイッタ、オッタというのがつくパターンがあるんです。その時はタを消してヌンデだけつけるんですよ。いいですか。それとこうンデというのはですね、今このドッタみたいに、ダの前にこのピヨっていうのがついてるのがあるんですね。この単語結構ありましたよ。皆さん習ったので、もし、とった、暑いですね。ちゅった、寒い。ね。それと、おりょった、おりょわよ、おりょわよ、皆さん。ですから、この形容詞結構あるんです。今さっき言ったように、ちゅった、寒い。ね。おりょった、難しい。このように、他の前にこのピヨクというのがついておったら、ピヨクというのが脱落してですね、うんでーとしたら、これがつくんですよ。いいですか。ですから、とうんで、とうんで、ちゅうんで、おりょうんで、このようになるんです。で、あとでまあちょっと例文が出てくるので、まだわかると思います。あとは、このぬんで、うんでというのは、まあ、いつも動詞でもそうなんですけれども、他の前にパチンがあるか、ないか、ね、それで、罰がないときは、これをつけて、消して、これをつけてあげて、組んで、となるんですね。で、ごたの前にこんなの変なのついとる、いろんなのが。そしたら、うんで、ちょうんで、このように、罰があるかないかで、つくパターンです。でも、形容詞はこの4つの、で、でよというパターンを覚えとけばですね、まあ、会話にすぐ役に立ちます。まあ、こっちでちょこっと、まあ、出てるものだけなんですけれども、まあ、皆さんが、まあ、いろんな韓国の本か形容詞、ね、そんなのを調べてみたら、結構、ここまで結構汚くなりましたね。で、まあ、これをまず、ちょっと今、難しいなと思うか分からないけど、レジュメ見たらですね、まだ分かりやすくなっておりますので、そしてください。それと、もう一つ、今日パターンとしてはですね、動詞、まあ、行く、食べる、読む、いろんな日本でも動詞があるんですね。その時、何々かを消して、ろ、うろというのをつけてあげるもの。これも、まあ、かだみたいに、もし肌、するという意味ですね。たの前に何もついてない。ですから、はろ、だから死に、何々死にというのがあるんですね。で、もったみたいに、パチンがついてる、この前に。だったら決して、もぐろ、食べに。そして、結局、何々しに行くんだという目的を表すとき、動詞で、ね、チング、マンナロ、かよ。だったら、友達、会いに行きます。まあ、このように、なんか目的を表すとき、他の前に、あ、チンがついてるか、ついてないかによって、ろ、うろとして、また、これも、変化していくんです。これも結構会話で、そのままよく使われる表現なんですね。それでちょっと例文をちょっと見たいなと思います。どんで、どんで、パッピンス、もぐろ、갈까요。どんで、パッピンス、もぐろ、갈까요。まあ、こっちではですね、今2つ、今私がさっき言った、説明した表現が2つも入って、文章になっています。とった、とった、暑いですね。それ暑いので、だったら、どんでですね、うんで。上に、うんでとなってるでしょ。とうんで、パッピンス、かき氷、もった、もぐろ、갈까요、食べに行きましょうか。ね、ですから、
暑いので、かき氷食べに行きましょうか。こんな感じになるんですね。まあ、今の時期、ちょうど韓国にいたりしたら、もう本当、こんなことはすぐ使う単語ですね。次、머리가좀아픈데、두통약있어요。머리가좀아픈데、두통약있어요。머리、頭が少し痛いので、ね、좀아픈데、本当にたくさん痛くても、좀아픈데、좀ということは結構韓国では丁寧に言う動き、좀ということは使うんですね。なんか写真を少しだけ撮ってください。道を少しだけ教えてください。길좀가르쳐주세요。사진좀찍어주세요。このように、좀というのは少しという意味なんですけれども、ちょっと、丁寧に言う時、ね、좀という言うんです。本当に痛い時でも、머리가좀아픈데、なんか、頭痛薬でもありますか?まんな感じで。で、좀아픈데、두통약있어요。これも、아프다。痛いという形容詞ですね。で、何もないから、におんで、あぷんで、このように変化してるんです。ですから、머리가좀아픈데、두통약있어요。頭が少し痛いけれども、頭痛薬ありますか?という感じですね。次、영화보러가고싶은데요。皆さん、싶은데요という言葉、聞いたことあるでしょ?今、영화보러가고싶은데요。싶다。これもないないたいと言ったいですね。で、たを消したら、あちがあるんですよ。ですから、うんでよとなってるんですね。結局。あちがあるけうんででしょ。形容詞さっき。ですから、영화보러가고싶은데요。映画、보다。ですから、たを消して、あちがないからろ。보러가고싶은데요。映画、見に行きたいのですが。なんかこれもですね、なんか自分がしたい。なんか自分がしたいものをなんか相手に表現するときこんなパターンを文章を覚えて単語化を変えて喋ってみたら結構皆さんいろんな表現ができると思います。次、정말맛있는데누가만들었어요?정말맛있는데누가만들었어요?정말本当ですね本当本当に本当ですね맛있다美味しい。ですからさっき、いった、おったがつく形容詞には、ぬんでがつきますよと言ったでしょう。ですから、정말맛있는데、누가만들었어요。ね、誰が作ったのですか?まあ、これ、料理でしょうね。で、もう一回、私がゆっくり読んでみます。더운데、팥빙수먹으러갈까요?더운데、팥빙수먹으러갈까요?머리가좀아픈데、두통약있어요?머리가좀아픈데두통약있어요?영화보러가고싶은데요?영화보러가고싶은데요?정말맛있는데누가만들었어요?정말맛있는데누가만들었어요?그래서이마오늘개요시다오계시때운데는데운데또유로가쓰이때이유와알아와시때분쇼쓰나게를요게それと、どうして、たを消して、前に、あちんがついてるかついてないかによって、ろ、うろというのをつけて、会話、文章として、できてる文章を何個かチェックしました。いいですね。これ、本当ですね。まあ、レジェン見たら、皆さん、実際練習してみたら分かると思います。これ、会話でですね、本当にたくさん使われてます。ですので、この表現も、たくさん皆さん使って間違ってもいいので、まあ、使ってみてそれで、まあ、自信を持ってくださいそうしたらですね会話の方にちょっと行ってみたいなと思います会話ですね、まあ、今回は、まあ、会話で 何パターンで分けてるんですけれどもまず明洞韓国の今ソウルに行ったら一番暑い観光スポットですね、明洞。なんか明るいとして、と明洞ですね、皆さん。で、まず、明洞へそというタイトルで会話が始まります。まず私が二人の分でやってみますね。배고픈데、점심먹으러가요。배고픈데、점심먹으러가요。뭐먹고싶어요?뭐먹고싶어요?
맛있는 곳 아세요? 맛있는 곳 아세요? 명동에 가면 식당도 많고 쇼핑도 할 수 있으니까 명동에 가요. 명동에 가면 식당도 많고 쇼핑도 할 수 있으니까 명동에 가요. まず私が3回ずつ読んでみました。意味はですね、もう一回やってみます。 배고픈데, 배고프다, お腹が空くという意味ですね。 배고픈데 となってるから お腹が空いたので 점심 먹으러 가요. 네, 점심, 오히려ですね。 昼は 먹으러 食べに 行きましょう. 가요. 少し 伸ばしたらね、 마쇼게이になるんですね。 そしたら, ね、 相手が 뭐 먹고 싶어요? 뭐 먹고 싶어요? 何が 食べたいんですか? だったら, もう一人の方が 맛있는 곳 아세요? 맛있는 곳 아세요? で, 맛있다, 美味しい. 곳,ところ,に,ですね, 맛있는 곳, 맛있는 곳 아세요? ご存知ですか? で, 아세요. 知ってますか? まあ,ですね. そしたら, まあ,詳しい人が, 명동에 가면 식당도 많고, 쇼핑도 할 수 있으니까, 명동에 가요. 명동이 있고 또, ですね. 명동에 있고 또, 食堂も 多く, 쇼핑도も できるので, 명동에 行きましょう. 待ってるんですね. まずこれで, さっき、前回行ったところ、新作でショッピング終わったとしたらですね、 ちょっとお腹が空いたんです。 昼ご飯ちょっと食べなきゃと思って、 それで2人がですね、話をして、 どこかないかなと言ったら、 まず明洞に行きましょうという話になったんですね。 一応、明洞、今から明洞に行くでしょう。 で、次まだ続けてなりますよ。 さっき、お腹が空いたので、 場所を決めたんですね。 明洞に行きましょうとなってるんです。 そしたら、明洞に行く時も、 皆さん、タクシー乗ったり、 地下鉄乗ったり、 それは皆さんが挑戦してみてください。 でも、タクシー乗ったら学校タクシーが安いからですね。 前回タクシー乗ってどこどこまで行ってくださいといった文章を覚えて、明洞まで行ってください。 そしたら今、明洞到着しました。 明洞到着ですね。 明洞人多いですね。 食堂がたくさんあります。 そしたら、 ついて、何を食べようかな考えて。 まず、ビビンバ。 ビビンバ 정식 어때요? 비빔밥 정식 어때요? 네, 좋아요. 비빔밥 정식 어때요? 네, 좋아요. 그래서 비빔밥 대식과 이가가 됐을까? 어때요? 그랬으니, 맞더라. 아, 이이됐어요. 이렇게, 네, 좋아요. 이런 것이네. 네, 명동이 맞이때, 막, 다베르 메뉴 決めたんです. 그런데, 이만から 비빔밥 딱상 못때려는데, 비빔밥 食堂に 入りました. 그랬으니, 食堂, 식당에서. 네, 入ったら, 주문受けに人が来たんですね。 그런데, 비빔밥 정식 2개 주세요. 2개 주세요. 그래ですね, 2개 주세요. 또 言ってるんですね, 2개. 2つなんですよ. 日本でも, 普通, 定食 2つ くださいとも言うでしょ? それと, 2人前 くださいとも言うんですね。 ですから, 2人前だったら, まだ2人分と言うんですけれども、 韓国でこれ数える事で、肉か、ですね。その時は2人2人前かなの使うけど、優しく、優しい言葉で言えばいいので、ビビンバ定食2つください、とげ受せよとしたら、もう綺麗に通じるので、とげ受せよと言ったんです。そしたら、もう早いです、韓国は。パンパンパンとして、今からビビンバ2つ来ました。そしたら、皆さん、最初の時、いろんな挨拶を習ったんですね。いただきます、ということは。잘 먹겠습니다。잘 먹겠습니다。として、今食堂で、もう注文も終わって、ビンパンも出て、食事中なんです。食事をしてます。で、日本ではビンパン頼んだらビンパンしか出てこられてるけども、韓国のまだ食堂に行ったりしたらいいところが、
おかずがたくさん出てくるんですね。で、このビビンバ食べる時でもですね、一般の人たちが行くところから、必ずおかずが何個かついて出てくるんですよ。それで、食事中でまだ話をしてるんです。今、ね、こっち確保して、オンリー、여기を3つ書いてるんですね。 반찬 좀 더 주세요. 반찬 좀 더 주세요. 이모, 이모っていうのは さっき おばちゃんという意味だったんですね。 네? 네, 언니, 오네상. 여기요, 여기, 여기가 어디예요? 여기 국고なんですよ. 국고, 국고, 저런 時, 한국では 히토, 요時, すみません. なんか声かける時, 特に食堂家では 여기요, と言うんですよ. 네? 昔はですね、 아줌마と結構言うんです、韓国で。 昔、私が韓国にいる時では、 아줌마と呼んだらですね、 そこまで嫌な顔はしてなかったです。そんないい顔はしてなかったけれども、 嫌な顔もしなかったけれども、 本当ある時ですね、行って私が、なんか食堂で頼みたい時、 아줌마と呼んだらですね、 誰も来ないんですよ。 だから最初ですね、私はちょっと忙しいからかなと思って、まだおとなしく待っとったんですね。あんまりも来ないから、まだ始まったと呼んだんですよ。だったらまだ来ない。で、すぐ隣に通るから、始まったと言ったら、本当嫌な顔でですね、入ってきて、そんな顔に似てたから、びっくりしたんですけれども、もっと韓国ではですね、日本では同じおばあちゃんなんですけれども、韓国では呼び方がいろいろあるんですね。それで、芋だったら、お母さんの兄弟じゃないですか。 ね、ですから若い人もおるし、そうなんですか、上もから、妹というのは親しみがあるんですね。ですから、結構常連客でいてる人たち、自分の、何ですか、お得意様の店にいたりしたらですね、妹と呼ぶんですよ。それと、オンニーというのも、オンニーは女性が、お姉さんを呼ぶとき、オンニーと呼ぶんですけれども、韓国ではですね、 男性も食堂にいたりしたら、オンニーと呼ぶんです。私は最初聞いてびっくりしたんですね。やっぱりなんで男がオンニーとして呼ぶかなと。もうオンニーと呼んだら全然似合わないんですね。男、なんか、俺じゃないですか。ちょっとなんか、本当男っぽくて、なんか、そんな経緯じゃないのに、オンニーと呼んでるから、なんかおかしいなと思ったんですよ。でも、本当韓国も変わって、こう、相手に入って呼び方、あんなのが大事になって、 オンニーとして優しい感じがあるらしいです。ヌナ、ヨヒはですね、オンニー。それと、まあ、自分はオンニー、イモ、別にいらなかったらですね、ヨギヨと、ちょっと曖昧な感じをね、食堂でおばちゃんごたりしたら、ヨギヨと呼んでもいます。でも、アジュマーとして大きい声ではね、あまり呼ばない方がいいです。そしたらですね、サービスが悪くなるかもですね。で、一応、これ呼び合ったとして、イモ、オンニー、ヨギヨとなってるんですね。 それで、パンチャン。パンチャンというのはおかずです。韓国では食堂、食事するとき、本当おかずが楽しみなんですね。いろんな店に行って、まあいろいろ違うし。それで、おかわり、くださいというのが、結構韓国では自由になっているところが多いので、パンチャン、ちょん、どうじゅせよ。おかずをもっと、もう少しください。もっとくださいというとき、ちょん、どうじゅせよ。ちょん、どうじゅせよ。じゃあ、おかず、ちょん、どうじゅせよ。ね。 他のものであった場合は、何々、ちょん、どうじゅせよ。ね。買い物する時でも、あ、どうじゅせよ。どうじゅせよって、もっとください。なんですよ。なんか、測ってくるものか、いろいろあったら、どうじゅせよだったら少し取れたりするからですね。で、こっちでは、半チャン、ちょん、どうじゅせよって言ってるんですね。この時、やっぱり、芋、オンニーと呼ぶのが、おかずが綺麗に早く出てきます。アジュンマーと呼んだら、おかずがなかなか出てこないからですね。で、おかずを持って来られました。 それから、ありがとう、ごまおうよ、ありがとうございます。ごまおうよ、ですね。それで、まあ、せっかく、こうして、優しく言ったから、ちょっと勇気を出して、まだ聞いてみるんですね。いい群所へ、면세점있어요。いい群所へ、면세점있어요。この近くに、近所、群所ですね。これも前習ったでしょ。いい群所へ、この近所に、면세점있어요。免税店ありますか？ そしたら、まあ、芋ですね。芋が教えてくれるんですよ。優しく。芋と呼んだから。ね。ちょぎ、あそこですね。ちょぎ、큰길로流しめん。큰길、大きい道ですね。大きい道に、長田、出て、行けば流しめん。
롯데 면세점이 보일 거예요. 저기 큰 길로 나가시면 롯데 면세점이 보일 거예요. 고려 됐으네. 미나상 키키토 따라스바라시 됐으네. 네, 되고 됐고 저기 큰 길로 나가시면 해인 이때론 됐으네. 나가시면 롯데 면세점. 아, 롯데 면세점 또 나오는 상 됐고 말해 드릴까라 보일 거예요. 보일 거예요. 이런 캬 이미가 왔다라 됐으네. 아, 미에로 하자 됐으. 그러니까 아, 난또가 아서 유비사시 때 그랬다는 거지냐. 아서 나 아 아서고가 난또 와까는데 뭐 큰 길 때로 가 와까는 것 때문에. 왜? 보시때 롯데 면세점에 대한 예로 하지 됐어요. 그랬더니 여러분들 못 주시는 거예요. 나 왔다는 됐으네. 그랬더니 감사합니다. 아리가토우자이마스. 막 식부지 하시나가라. 막 식부지 와르도 끼 해가 벌어졌다가 마다 면세점에 마다 이따이나 또 놓って 직각은 아노 면세점 아리마스카? という 회화문에 발전してます. 그랬더니 이까에 와타시가 소노마마 쭉 마다 読んでみますね. 이모 언니 반찬 좀 더 주세요. 반찬 좀 더 주세요. 고마워요. 이 근처에 면세점 있어요? 이 근처에 면세점 있어요? 저기 큰 길로 나가시면 롯데 면세점이 보일 거예요. 저기 큰 길로 나가시면 롯데 면세점이 보일 거예요. 감사합니다. 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 네, 고치마대 이만 사이쇼 마 센슈 아노 신사동대 저도 가입을 오실 때 그래 오나카가 쓰이다나 또 네? 그래데 아까 고항을 다비니 꼬까나 또 나한테 나니가 다뱃다이까나 또 꼬까 나이까나 뜻이때 기메타노가 명동난데죠. 명동 명동이 있다라 쇼쿠지 뭐 데키루시 쇼핑구 뭐 데키루자나이까나 또 네? 그래데 명동이 있던데스 네 명동이 있대 비빔밥 전문식을 다베는데스네. 그래데 쇼쿠도대 잔또 1つ 하나 주세요, 2개 주세요. 뭔가 메뉴를 決めて 話를 して, まあ、あの、まずおかずから 頼む 時 반찬 좀 더 주세요. 좀 더 주세요. 뭐 또 ください. 그래도 좀 가까운 뭔가 면제점 뭐 할까나 として, ね? 식도노 갔다니 声을 かけて 聞いてるん ですね. まあ、そのように して 食堂で とりあえず まあ、ちょっと 買い物 して まだあのね お腹空いたのを 解決しました. こんな感じでもできるん です. 食堂で あとはまあお金を払ってくるものなんですね。でももうそれは皆さん数字で出てくるからそんなにねもうあのもし 15,300ウォンかなんか そんなに難しくですね聞き取らんでも自信を持ってポーンとしたら数字が出るからそれに合わせてお金を出せばですね食堂で無事に出られることができます。お金払ってですね。そしてあのまだ面倒見てていろいろ楽しんでください。 まあ今日はですね、まあクラムまだまあこのレジュメでいつもクラムがあるんですけれども、まあ食堂編なんですね。ですからあの結構韓国にいたらさっきも説明したように、韓国では食べ物屋さんが本当に多いんです。日本では本当あるところ決まったところにまああったりするんですけれども、韓国はもちろんあんなところもあるし、あちこちあらをもう溢れるぐらいたくさんあるんですね。それでやっぱりまあ台所 とか、まあ旅行者が連れて行く店やいろんな店あるんですけれども、やっぱりそんなところで紹介されてない美味しい店もたくさんあるんですよ。やっぱりあんなところに入ってみて、あの食べてみたりすれば、それも結構いいあの思い出になると思うんです。さっきあのさっき私がおばさんをよく時から食堂で呼ぶ時、おんに、よぎよ、ね、まあ、アジュマとしてあまり呼ばない方がいいですよって言ったんですね。まあそんなのちょっとプラグで あの、書いておりますので、それも皆さん、また勉強になりますので、押してください。そしたら、ちょっと練習問題があるんです。ちょっと練習問題をですね、今日はチェックしていきたいなと思います。さらに많은데、さらに많은데、무슨일이에요?さらに많은데、무슨일이에요?さらに많다ですね。人が多い、많다。で、다。 まあ、あの、他の前に、バチがついてるから、うんでがつくから、さらに많은데、무슨일이에요?人が多いけど、何かありますか?何かありますか?무슨일이에요?どんなことなんだろうかと言って、何かありますか?なんですね。で、これを、まあ、日本語で表現したらですね、かかうんで、転がよ、かかうんで、転がよ、かかった。ね?これ。で、今、
가운데そして私が今話しているんですね。で、さっき説明したようにピヨッタとなっている場合ではピヨッタ脱落して運でがつきますよと言ったんですね。かかった、近いという意味なんです。で、タオピしてこれも入れてかかうんで転がよ、転がだ、転がよ、歩きましょう、歩きましょう、歩いていきましょう、転がよですね。ですから、かかうんで転がよ、ね、このように言います。次、めうんで、ちゃるどしねよ、めうんで、ちゃるどしねよ、めった、これまだ出てますね、めったたの前に、まだこれついてます。で、消して、うんで、めうんで、めった、辛いですね、めおよ、めおよと言うじゃないですか。で、めうんで、ちゃるどしねよ、ふした、召し上がるんですね。辛いのによく食べますね、そんな感じですね。지금회사에일하러가요。지금회사에일하러가요。지금ですね。今から会社に仕事しに行きます。일하다仕事するでしょ。ですから、たを消してろつけたら仕事しに行きますとなるんです。で、한국에공부하러왔어요。韓国に공부하다。공부하다というのは勉強する。たを消して공부하러。勉強しに来ました。왔어요。なんですね。次、예쁜데왜성형수술을하세요。예쁜데왜성형수술을하세요。ね、これ、ちょっと文章長いんですけれども、この、예쁘다。예쁘다。で、성형수술。エプダ、綺麗ですね、綺麗。このエプダというのは顔が綺麗です。ね、エプダ。ですから、これもパチンがないから、ヌンデをつけてあげて、エプンで、なぜ、綺麗なのになぜ、성형수술。ね、整形手術なんです。整形手術。성형수술을하세요。エプンで、綺麗なのになんで、なぜ、整形手術をするんですか？びっくりしてるんですね。まあ、それはですね、まあ、個人もっときれいになりたいからという意味だと思うんですけれども、本当韓国は、まあ、日本もそうだと思うけれども、本当韓国は整形手術がですね、もう栄えてある、もうあの一等地に建物にはもう全部整形、ね、あの病院が入ってたり。ですから今もう特に今夏休みか冬休みは大変忙しい時期なんです。やっぱり中学生か、ね、高校は勉強、大学のあれがあるから、やっぱり中学生から整形が多いらしいですよ。ですから昔は目の整形ぐらいだったら、まあ、それでもすごいなと思ったけど、今はもう目がちょこっと触るのは、手術したくいてないんですね、韓国で。ですから本当に韓国では今、整形手術。ですから、まあ、ある時では日本の、あの OL さんが韓国に整形しに行ったらしいですね、韓国の方が安いから。で、まあ、技術もいいらしいです。でも最近は東南アジア、中国でも本当整形師にたくさん、要するにメルケテニーからですね、たまにですね、顔になんかいろんなのつけてしてる方がいるからびっくりしたんですけれども、예쁜데、예쁜데왜성형수술을하세요、きれいなのになんで整形手術をするんですかという意味ですね。次、싫다、싫어요、싫어요、嫌い嫌い、ね、싫은데왜만나요、嫌いなのになんで会うんですか、嫌いなのになんで会うんですか、不思議ですね。次、ガチサルガヨ、久しぶりですね、ガチ、一緒にという意味ですね。サダ、買うですから、ガチサルガヨ、一緒に買いに行きましょう。ドンチャジュロ、ウネゲガヨ、これも前ちょっとそこで説明したと思うんですけど、ドン、お金なんですね。チャッタ、探すという意味なんです。ですね、これをどんちゃずろ、お金を探しに、うねんというのは銀行ですね。どんちゃずろうねんとなったらお金を下ろしにという意味になるんです。韓国では銀行にお金を探しに行くのじゃなくて、それをしてお金を下ろしに行くんだとして、どんちゃずろうねんへ通う、お金を下ろしに銀行に行きますという意味なんですね。次、運動하러자전거타고한강변까지가요。これも運動하러、
자전거 타고 뭐 한강까지 가요 되면 이인ですけれども 운동하다 운동するでしょ 운동しにですから 운동하러 자전거 타고 지텐샤니 높대 자전거 타고 한강병까지 가요. 그러니까 한강 서울은 약 한강ですね 한강의 병ですから 川沿いです 한강병까지 가요. 한강병 川沿いまで行きますという意味なんですね。 で、 これもみなさんレジュメであの文章になっていろいろなってますので、まあ今日6回目でまあ韓国に行って、まあお腹が空いたら食堂に行ったり、そしてまあ一番繁華街の明洞に行って、今ショッピングを今からまだ近いはショッピングをしたり免税店に行ったり、まだ7回目では明洞と明洞の周辺でまだ皆さんあの起こることに対して 勉強していきたいなと思います。今日は形容詞動詞、理由を表すものと目的を表す文章を練習して、それで食堂で簡単に頼んで食べるまで会話を練習して、ちょっと練習問題をしたんです。今日はこれでよろしいでしょうか。まだ皆さんに早く出会うのを楽しみに待っております。ありがとうございます。どうも。